さんこんにちは、11番のむちゃん、さくさん、そしてデッキミュージアムの館長で構築のマエストロのレリです。そしてジェイプルの情報といえばこの方、保健芸員です。デルマさん、はい、というわけでですね、今回は、はい、DHU の大人気企画開発秘話クイズにちょっとJプレお邪魔させてもらって、Jプレ版開発秘話クイズやっていきたいと思います。おー、やった、乗っ取られたこれから乗っ取っていきます。はい、はい、ということでですね、先日デュエルマスターズの最新弾カイザーオブハイパードラゴンの開発秘話クイズで、このカードリデザインされてるかどうかっていうのをレッドマンさんがされていたと思うんですけども、うん、はい、その形式で今回デュエプレもやっていきたいと思います。はい、リデザインというのは開発をしている時、その初期段階から能力や効果が変更されているかどうかというところでございまして、うん、はい、まあ、例えばそのコストとか、パワーの数字をちょっと調整したみたいなのは、リデザインとは言わないということでございます。む、はい、ーちゃんさんとさくさんは、はい、すごいクイズといえばもう任せてくださいみたいな話はいはい、はい、でもやったことありますし、ね、あ、そっかそっか、はい、いつものね、チアリさんっていうライバルもいないんで、おー、なんか逆に伸び伸びできるかもしれない、ね、おー、伸び伸び、ちょっと舐められてますね。いや、ちょっと舐められてるかもいや、俺も毎日やってるからさ、クイズは毎日クイズ毎日やってるの何のクイズしてるんですか、毎日。まあね、いろんなね、言えない、言えない、言えない、これ言えないよ。普通には勝てそうな気がします。舐められてるわ。昭和やデュープレイもやってくれているので、うん、番組を結構強いかもしれないですよ。確かに確かに。で、デュープレイでしょ、はい、デュープレイです。いけるよ、デュープレイは長いから結構やってるから。というわけで、そろそろやっていきましょう。はい、いくぞー、やー。はい、というわけで今回はデュエプレにしか存在していないデュエプレオリジナルのカードについてのクイズを持ってきました。はい、はい、あのカード名を聞いてそのカードがリデザインされていると思ったら丸、野菜入れてないんじゃないかと思ったら×を出してください。はい、で、皆さんに、はい、その理由を伺って、うん、最後にもう一回その選択肢を変えることができる。あ、そうなんですね。チーズの上で。そうなんです。はい、じゃあ早速いきましょう。はい、今回は全部で5問。おー、結構ある。よしよしよし。最初の問題はこのカードです。第1問、ボルメテウスリターンズ。はい、ということでボルメテウスリターンズはシールドトリガーの呪文でございまして、うんうんうん、墓地からのボルメテウスと名前のつくりーチャーを復活させることができるカードなんですね。はい、ただこのゲームがソロプレイ、デュエプレイならではなんですけども、ランクマッチとか対人戦でなく、コンピューターと戦うソロプレイだったら1体じゃなくていっぱい復活することができるようになる。さらに自分のボルメティウスはスピードアタッカーを得るという、そんな呪文でございます。はい、なるほど。今回は質問タイムは、今回は質問タイムはなしです。なーい、ないです。考えろ、これで考えてください。はい、ソロプレイなら1枚ではなくて、リデザイン結構難しいですよね。TCG とはまたちょっと違う感じのカードがデュエプレイはあるので、そもそも効果がガラッと変わってるかどうかって話だもんね。はい、そうです。いやー、これむずっ。ちなみにちょっとだけヒントを申し上げると、このボルメテウスリターンズっていうカードが、まあ、収録されたパックはボルメテウスのテーマをちょっと復活させようっていう、まあ、コンセプトもあったパックだったんですね、うん、はい、なので、まあ、それも踏まえて考えていただけるとと思います。はい、これは私が決めました。俺も決めました。私も決めました。お、はい、皆さん考えがまとまったということで、えい、プレイサンサーせーの、じゃん、おお、割れました。おー、割れた。サクさんとフェアリーさんは、最初からこのまま、はい、うん、方向だったんじゃないかと。変わってない、変わってないと思います。むちゃんさんは変わったんじゃないか、変わったんじゃないかと。じゃあどんなところが変わったんじゃないかと思われました？いや、私はもう結構こう大胆にそのソロプレイならっていうのが最初はなくて、あー、なるほど、どういう条件であれ好きな数出せるにしてたけど、さすがにヤバいなってなって、はいはいはい、ソロプレイならが付け足されたみたいな。大会とかだとちょっと控えめにしたらいいんじゃないかなみたいな、ね、うんうん、はい、なるほど。サクさんとフィアリーさんはいかがですか？じゃあサクさんから。はい、いや、私はこのソロプレイならっていう言葉がこういうカードがあった方が面白いから、まずそういうカード作ろうよっていう。おー、わかる、これが、そう、そっから入ったよねっていう。そう、だからソロプレイならをつけようはさすがにない気がする。はい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 、だから、
まあ順当にいったのかなって思いました。なるほど、ペリーさんも、はい、もう同じです。全部言ってくれた。すごい、どっちだこれ。デュエプレイの解像度が解像度が高い、まあ、そんなあのご意見あった上で、はい、次はファイナルプレイスアンサーを出していただきたい。変えてもいいですよね。変えてもいいです。ここで皆さんのその意見を踏まえた上で、はい、じゃあ聞きます。ファイナルプレイスアンサー、せーの、はい。変えたやん、変えとるやんけ。納得みたいな。確かに確かに確かに、確かに後からソロプレイならっていうのもちょっとどうかなって思うので、うん、そうだよね。ないですよ。正解発表します。はい、正解は丸です。変えなきゃよかった。変えなきゃよかった。巻き込んだ巻き込んだ。そうだね。初期段階からちょっとリデザインされているんですけども、あ、ただあのおっしゃっていただいた通り、このソロプレイならっていう部分は最初からこのままだったんです。ああ、じゃあ回ってるよね。丸丸ぐらい。ね。で、もともとは下の能力がちょっとしたの除去能力がついた。そっちか。もともとこうだったというふうに考えた際に、ぼっちのボロメティウスクリーチャー全部出して全部そのスピードアタッカーで結構すごいんですよ。そうですね。これ結構普通に俺ソロプレイとかでよく使うわけでいかれてるよ。こうすごくって、もともとはあの、まあ、除去能力があったんですけども、うんうん、まあ、ただやっぱりそのソロモードでソロプレイでだったら、まあ、爽快な体験ができる方がゲームとしては面白いんじゃないかっていうような話があって、最終的にこの形になったと伺っております。なるほど。そうなんだ。すごい着眼点すごい良かったです。ソロプレイやっぱりデュエプレイだったら最初からそう考えるよねっていうのはその通りだったんですけど、うん、このスピードアタッカーをつけるってところが、まあ、ちょっとソロプレイならいいんじゃないかってところで変わったっていう感じでございました。なるほど、なるほどに浸らったんだね。そうですね。そうなんです。まあでも足を引っ張れる。いや、そうそうそう、やめてください。そう、説得力が高かったもう1回ゼロ。大丈夫です。またみんな同じスタートラインですが、はい、第2問いきましょう。はい、続いて第2問はこのカードです。ガチャンコサイン。このガチャンコサインはシールドトリガーで、うん、手札からコスト7以下のグレートメカをもしくはマジックコマンドを出すという、まあ、いわゆるサイン系のオリジナルの呪文なんですけれども、うん、はい、このガチャンコサインがリデザインされたかどうか。でもどうなんだろう。軽い質問なんですけど、はいはいはい、いや先にも分かければいいかな。質問というか、まあ、問いなんですけど、はい、ガチャンコサインという名前は先に決まった上で。あー、なるほどなるほど。開発名称的なところですね。そうそうそう、まあ、結構な質問かもなんですけど、これは秘密。あー、そうなんだ。無理だったか。なるほどね。むず。同じパックにガチャンコガチロボが収録されているっていうところがヒントかもしれないですね。決まりました。俺は決まりましたね。はい、あ、はい、大丈夫ですか。はい、大丈夫です。プレイスアンサーお願いします。せーの、はい。また、これはまずい、これはまずい、これはまずい。また割れましたね。はい、むーちゃんさん、いかがですか、これは。これは、はい、その手札から、うん、その出せるんですけど、そのコスト7以下のっていう、うんうん、そのなんかコストの幅とかがちょっと変わったりしたのかなみたいなところで、はい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 、ちなみになんですけど、このリデザインの定義としてコストの数字とかドローの枚数とか呪文自体のコストとかは含めないということではあるんですが、それでもそれ以上に変わってんじゃないかみたいなところですかね。確かにやることが変わってなかったらリデザインではない。確かに、まあ、そのコストが7から8とか6とかの調整とかだったらリデザインとは今回まあ言わないというクイズになっております。ってことはそもそもあれいや、どうしよう、いや、どうしよう、点数そこで開かないからいや、俺差をつけたいな、これちょっとみんな同じになっちゃったもんね。いや、理由考えるか、逆にそうですね。まあでも、うん、このやりたいことっていうのがもう明確じゃないですか、うん、こうガチロボを踏み倒したい、はい、で、シールドリガーが相手なんでもいけるっていう、うん、もうでしかないなっていう、うん、素晴らしい考え方が素晴らしすぎる。なるほど。でもさっきもそんな感じで、いや、いやでも俺丸でいくか。おお、いや、なんか別にガチロボって6コスのカードだから、うんうん、別にこんなんなくても出せるんですよ。まあ確かに、言ってしまったら別に、まあ確かに、
逆にガチロボでめくっちゃったら外れになっちゃう。そうそうそう、うん、どういう元々の効果だったとかは分かんないけど、うん、いろいろ変わって最終的になんかこういう形になって、あ、なんか出す効果だしガチャンコサインにしとこうぜ、ドラゴンサインみたいだしみたいな感じなんじゃないのかなと思って。なるほど、いやもう丸でいくわこれは。おお、じゃあ最後のファイナルプレイサンサー聞きたいと思います。はい、じゃあファイナルプレイサンサーお願いします。せーの、はい、よし、よしよしよし、いやいやいや、ね、勝ったわ。いやいやいや、抜けた。あれ頼む、一抜け頼む。正解は丸です。よし、丸でした。抜けた、やられた。はい、うまっ、やばい、ゲームがうまい、ゲームが、巨匠ゲームがうまい、うますぎた。はい、ちょっとゲームがうまいかもしれない。ゲームのうまさで。ガチャンコサインはですね、まあ、もともとはそのガチロボのサポートとして、制作をしたカードでございまして、うん、であのガチロボがグレートメカ王なので、うん、グレートメカ王しか出せない想定で制作をしていたカードでございました。はいはいはい、ただですね、この同じパックにディール、うん、あのディールですね、うん、ディールだったり、あとは水ターンの侵略の、まあ、クリーチャーがいっぱい、マジックコマンドのカードが収録されていたということもあって、まあ、ガチロボ専用のサポートカードというよりはもうちょっとその幅を広くして、すごいいろいろ遊びやすいようなカードにしたというあのコメントを開発チームからいただいております。確かに、わあ、まあなんかちょっと想定してたのとは違ったけどまるでガチャンコサインという名前なのにマジックコマンドも出せるよというところに、確かに、うわー、かかることができるか、変わったのかな。なるほど、確かに、確かに、いいですね。いや、そういうことだよな、やっぱり。いや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 、いや、気づいてたよ、俺は。気づいてた。はい、一歩リードということで、はい、じゃあ続いて3問目いきましょう。はい、3問目のカードはこのカードです。ドン、捕獲戦記ガガコロリン。わー、懐かしい。はい、5マナ2000のグレートメカをエイリアンですね、エイリアンのシールドトリガーのクリーチャーで、まあ、ブロッカーを持ちつつ相手のクリーチャーを1体タップする能力を持っております。でさらにそれがコスト7以上のドラゴンハンターのクリーチャーならタップじゃなくてシールド奥にしますよというカードでございました。はい、はい、このカードですね、リデザインされたものかどうかお考えください。いや、ちょっと待てよこれ難しくなってきた。むずいな、これ。これが3問目であと2問ある。なんかちょっと考え方、さすがクイズ慣れている方の考え方しますね。いや、これもしかして、もしかするか。まあでも俺がな、何もガガコロリンのことを知らない世界線で、はい、イラストと名前とコスト見たら確かにこの効果は想像するよな。皆さん考えはまとまってなさそうですけど、まとまってなさそうですけど、まとまらん、まあ、一旦プレイサンサー言っとくで、皆さんのその意見交換してみますか。そう、意見交換会があるから、はい、そうですね、確かに。じゃあプレイサンサーお願いします。せーの、はい、おーすごい、なんでなん、毎回や、なんでこんなところが変わった可能性あるなって思われました。はい、ワンチャン相手プレイヤーを攻撃できたとか、はい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 、その効果の部分じゃなくて、ブロッカーとかアタックとか、細かなところで、その部分が、なるほど、ちょっと変わったかなみたいな感じです。じゃあ何か環境を調整していくうちに、はい、アタックさせるのはちょっとやりすぎかなみたいな。そうですね、サクさんはいかがですか。そうですね、やっぱりこのカードのやっぱりドラゴンハンターならとかいうところもあるなと思ったんですけど、はい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 、やっぱり、はい、いや今環境で強いカードをこうメタりつつ他のデッキを強化できるようにみたいな感じだったら、別にドラゴンハンターをいやこっちにしようとはならないなって、すでにこれが強いからっていうのがあるじゃないですか。ってなると変えるとここれあるのかなみたいな。シールド化っていうのがやっぱ光文明の特徴的な動きだから、それが違ったとかもなんか違いそうだしっていうので、一旦おぉ、一旦バタです。確かに、あの同じ近い時期のパックに、とあの流星カイザーとか、うん、ボルガルダークエクセスとか入っておりましたので、うん、なるほどなるほど。ヨリさんいかがですか。これってリデザインされるってことは、はい、まあ、例えばこの効果が最初からこれだったとしたら、さっきで言うとそのガチャンコサインで言うと、まあ、マジックコマン出せるようになったりみたいな、ちょっとした強化とか、うんうんうん、ちょっと弱くしたりとかみたいな感じだと思うんですけど、バランスいいですよね、このカード。バランスが良くて、だから、どうなんだろう、何か付け足されてバランスが良くなったみたいな話もあるんですけど、あ、まあ、例えばシールドトリガーがなかったみたいな、もともとは、うん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 、そういう話もあるんですけど、
いやでもそうですね、なんかそのエイリアンとかのシールドからちょっと返してみたいな感じでも、当時も結構トリガーで踏んだりしたらめちゃくちゃうざかったんで、まあブロッカーもついてそうだし、タップしてシールド化する効果も、まあ、光文明の効果だからちゃんと、なんか全部そのままじゃないんすかね。ありがとうございます。どう思います？どうですかこれ？アルファはどうですか？ここまで全部直感から変えてバツに、あの、あなるほど、一旦直感でいこうかなと思う今回は。あ確かに、てかそっか、俺も逆に直感を信じるみたいな話あるから、ムーちゃんの直感を信じるならもう変えてもいいな、確かに確かに確かに、ええー、まあ、待ってください待ってください、ちゃんと効果で考えてください、勝ちに行き過ぎてるな。それではファイナルプレイスアンサーを伺っていきたいと思います。はい、ファイナルプレイスアンサー、せーの、お、変わりましたね。あれあれあれ、凍ってる。いや私は自分を信じてずっとバツ間違ってたんで、あ、はい、あ、なるほど、なるほど、乗っからせてもらいました。勝ちにいったということですね。船にむーちゃんという。じゃあこのガガコロリン、頼むよ。正解は頼む丸です。やったー、マジで、え、すごい、ちゃんや、直感すごい、直感すごいですね、マジすごい、直感でやっていいのかちょっと確かに、ありますけど、ということでちょっとあの解説させていただきますと、はい、あのまあエイリアンのクリーチャーで、うん、ハンターに対してのメタカードみたいなところで、ね、準備したんですけれども、はい、そのハンターとエイリアンって対立する種族じゃないですか、はい、でその前にはサムライとナイトで同じような対立する構図があったんですね、うんうん、はいはいはい、でその相手側の、種族に対する、まあ、メタカードみたいなところで、うん、結構有名なカードとしてアレクセイ公という、ジャカン重視アレクセイ公という闇 の、 その、うん、そうなんです、あの相手の侍をデッキの下に送るっていうカードがありまして、うん、はい、でそれをもとにその開発を、まあ、進めておりましたので、うん、最初の開発名称としてはガガアレクセイというあーカードだったんですね。でそれであのハンタードラゴンをそのシード化じゃなくてデッキの下に送るカードとして最初はなるほど、あの開発中初期はデザインされていたんですけども、ただあの今お話の中でサクさんもフィアリーさんも、まあ、光の能力っぽいよねみたいな、いやそうだよね、そうなんですよって話があって、もうまさにその通りで、そのデッキの下に送るのってちょっと光じゃないんじゃないのみたいなお話もあり、最終的にこのシールド送り能力になったということでございました。え、じゃあ俺が先を行き過ぎてたってこと？行き過ぎてフェアリーさんが先を行き過ぎてリデザインしてたっていうこと。マジ？そうなんだ、俺がしちゃったんだ、じゃあ正解じゃん、あの不正解、うわマジか、はい、ということであのガガコロリン、その開発の段階ではちょっと違う名称で、まあ、それに沿っていた能力だったんですが、まあ、最終的にこのように変わったというカードでございました。面白い、アレクセイか、なるほど、はい、では続いて第4問に行きたいと思うんですけども、はい、第4問はちょっとあの趣向違った問題になっております。なんだ、第4問目、このカードです、桜花絢爛巴なんですが、今回質問するのは能力ではなくこのイラストについてです。イラスト、イラスト、はい、桜花絢爛巴のイラストは、うんうん、開発初期段階から、まあ、このこういうイラストを想定して作っていたかどうかというところでございます。なんだその質問、そんな質問あるんだ、はい、なので、まあ、さっきのガガコロニーはガガアレクセイっていうその、うんうん、こういうハンターに対する対抗するカードとしてみたいなところだったんですけども、巴は別にも巴っていうカードがあるんですね、うん、多分今の画面に表示されるんですけども、うん、まあ、そのカードがいた上でじゃあ同じようなイラストでイラストが元になって作ったカードなのか能力やテキストなどをこう考えていった上で、あ、じゃあこのイラストにしようと思って作られたカードなのか、まあ、どちらかという感じですね。なるほど、難しい、一旦プレイサンサー聞いていきましょうか、はい、この巴のイラストリデザインされたものかどうかプレイサンサーお願いします。せーの、はい、おー、やじゃあむーちゃんがこれはもうこのイラストのカードを作ろうと思ってテキストができたというところですね、はい、でサクさんとフィアリーさんは、まあ、そのカードを作っていくうちにもともとの巴に近いカードになりそうだったから、じゃあイラストもまあこっちに巴にしようと、うん、
なるほど、はい、むーちゃんからちょっと伺ってもいいですか。そうですね、その元々のその巴が、はい、うん、種族に侍があると思うんですけど、さっきそのサムライナイトとそのハンターとエイリアンっていう話があったんで、今回はそのハンターとかのテーマでその巴を作ろうみたいな。なるほどなるほど。ところで、だからそのデザインは巴で、そこから効果がついてやるみたいな、そういう視点で見ました。めちゃめちゃいい視点じゃないですか。もう全然直感じゃなくなったね。直感急に論理的になりました、ね、なんかすごい、なんか結構ね、そうか、それっぽい、ちょっとね、そうですね。でもなんか逆に言うと、もともとこのイラスト関係なくこの能力のカードがあって、はいはいはい、それこそちょっと似てますけど、これのハンター版が欲しいよね、うん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 、になって、うん、作っていったら、え、巴に近いじゃん、近いじゃん、じゃあもうイラストを巴にしちゃおう。なるほどなるほどなるほど、の方かなと。なるほどなるほどなるほど。ガリさん、いや、どっちも結構納得、いや、そうなんだよね。いや、俺逆に結構今ちょっとまだ悩んでて、直感だったから、うんうんうん、今結構なんか論理的な意見聞いても確かにどっちも確かに今確かにないかよ。いや、もうどっちも正解なんじゃないか、逆にファイナルプレイスアンサーいきますか。うわぁ、ではファイナルプレイスアンサーお願いします。せーの、はい、おお、皆さん一緒になりました。変えたね。どうしました、サクさんの意見もっともだなみたいな。いや、なんか、はい、そのさっきのカードの話にまたなるんですけど、はいはいはい、最初は違う名前やって、うん、で後からそのコロリンになったっていうやつがあったんで、はいはい、あ、やったら逆かと思ってこうなりました。こうなりました、こうなりました。長コロリンの例を挙げて、うん、はい、素晴らしい。じゃあ正解を発表します。正解は×です。なんとですね、このカードに関しては開発チームに巴のファンがいました。わー、ちょっと考えたんだよな、これは読めないわ。巴のファンがいて、なんとかして巴もう一回登場したいということで、もう巴のイラストにするカードを前提に、この大岡絢爛巴が登場した。マジで、ちょっと聞いてください、はい、いや、ま、これ、はい、デュエマ の, そのカードの方でもあったんですよね、はい、そういうのがあ、そうなんだ。このカード推しだから作りたいっていうのが先でみたいなだったんですけ ど, けど、私こうずっと丸できてるから今回もう全丸なんじゃねって言って、そっちに振り切って丸にしちゃったっていう部分もあって、あ、信じてたらよかった。ここで急に罰が、初めての罰が来ました。裏切られましたね。マジかよ。そうなんです。あの、ジャミーカも開発の時も、もう、トモエ2っていう名前で。トモエ 2! もう、そもそも、トモエやん。トモエから行ったっていう話です。そうなんだ。素敵ですもんね。いや、まあ、そうだよね。なっております。うわー、やられた。むーちゃんちょっと変えなきゃよかった。結構変えなきゃよかったが多いですね。でも逆に言ったらさ、むーちゃんさ、変えなかったらマジで全問正解ぐらいの。そうですよ、ね、直感がすごい、直感がすごすぎる。すごすぎやろ。次が最後ですか。はい、ね、次が最後なんですけれども、はい、一旦ここまでの皆さんの成績を振り返っていきましょう。はい、なんですが、はい、振り返っていこうと思ったんですが、はい、皆さん1点ずつ、はい、並んでいると。いや、外しすぎじゃねえ、これマジで。4問やって丸×クイズなのに1点ずつってことです。え、だって12回試行回数があって3ポイントしか取れてないってことだからね。そうですね。9回は3人で×つけてるとだから外れてるってことは、え、2分1だよ。そうですね、確かに2択クイズなのにちゃんと考えた方がいいわ。ちょっと待って、これ問題作る。いやいやいや、ちゃんと考えてください。ということで、はい、最後の問題に行こうと思います。はい、はい、それでは第5問、最後の問題です。はい、このカードお願いします。ドン、エンペラーキリエ。おお、エンペラーキリエでございます。はい、先月デュエプレに登場した、水の進化クリーチャーで、自分のクリーチャーをどんどん山札の中のコストが2大きいクリーチャーに変身させていくっていう、うんうんうん、まあ、独特な能力を持ったクリーチャーでございますが、はい、今回の質問はこの開発時の名称についてです。名称です。はい、もともと例えばエンペラーキリエとかなんとかキリエみたいな、そのキリエの部分があって開発されていったか、開発時は全く違う名前で最終的にこの名前になったかというところでございます。はい、なるほど。ちなみに、ちょっとヒントを言うと、もう
ヒント言わないです言わないんかい。言おうと思って思ったんですけど、ヒントは言わないです。なるほど、はい、皆さんちょっと自由にお考えください。あー、なるほどね。切り絵があったかどうか、まあ、そうですね、エンペラー何々みたいなカードって、まあ、ゲーマで、うん、キリコとか、はい、結構有名なカードもありますね、とかとか、もしかしたらちょっとヒントになるかもしれないですね。ちょっとずつそのなんか、まあ、おしゃべりすると、まあ、デッキからクリーチャーを出すみたいな能力とかとか、やっぱりなんか似てるところあるよなみたいなところありますよね、はい、じゃあ一旦出してみますか。はい、はい、じゃあプレイスアンサーいきましょう。じゃあプレイスアンサー、せーの、はい。おお、ね、いや、やっぱこうなるんだ。こうなる、こうなったらさ、こうしたくなっちゃう。こうしたくなっちゃう。本筋からずれてるけど、でもやっぱクイズのプロとしてそういうとこも読んでいく必要があるってことなんですかね。確かに。いや、なんかね、ちょっと喋り、なんか喋ってたよね、今。なんかこう、なんかエンペラーキリコみたいな感じで、ちょっと探していこうかだよね、みたいな。だよね、だからキリコに近いキリエだよね、みたいな。なんかちょっと、あまりにその正解が少なすぎてちょっと喋っちゃったことがあるかもしれないんですけど、はい、丸×丸ということで、じゃあむっちゃんは最初からこうだったんじゃないか、ヒアリーさんとさくさんは、いや、まあ言うて途中で変わったんじゃないかってところですね。いや、まあちょっとでもなんかメタ的なとこでいくと、今回のあれってその水の使用者のカイトがシークレットになってるじゃないですか。で、カイトはもともとエンペラーキリコのシークレットだったので、そうなんです、そうなんです。だから、まあ、キリコ、エンペラーキリコの次のシークレットだから、まあ、またやっぱりエンペラーなんたらにしようかなっていうので、はいはいはい、まあ、そのキリエ、まあ、名前近いしみたいな、うん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 、で、バツかなともうなってた。なるほど。え、どっちがいいんだろう。いや、私は2パターン。2パターン、2パターン、2パターン、はいはいはい、まず、丸で丸2パターン、丸のまず1パターン目は、はい、このさっきみたいにキリコとのその似たバージョンを作りたいから、はい、キリコ2にしてて、はいはい、テストプレイとか全然わかんないですけど、はい、なんか文字で書いた時に適当に2って書いて、それがなんか絵に見えてきたなみたいな適当に書いたこの2がカタカナの絵に見えたからなら、はいはいはい、あ、キリエでいいじゃんっていうパターン。なるほど、パターン1、パターン1、確かにパターン1ですよね、はい、ありそう、めっちゃありそう、ありそうじゃない、なんかそういうこう、あ、確かにみたいなパターンと、はい、もう一つはあのなんかデュエーマーのカードとかってなんかマロク、ミロク、ムロクみたいな、なんていうの、はい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 、そういうあの、はいはい、い一段ずらしみたいな、だからキリこうから一個ずらしたやつにしようかなみたいな、最初、はいはいはい、思ったけど名前として変じゃないみたいな、はいはいはい、ちょっとそれじゃ無理か、じゃあ、うん、じゃあ一番合いそうな、じゃあ、え、みたいな、なるほど、かの行からあの行にずらしてみようみたいな、うん、しかもあれじゃない、これさ、カタカナのこのさ、ここの右のさ、縦棒をさ、ちょっと左にずらしたらええじゃん、こう、こうみたいな、今思ったんだけど、そういうことか確かにそうかもしれないですね確かにそうかもしれないです、パターン3が出ましたね、パターン3もじゃあそれですね、え、じゃあもう丸しかなくね、こう、そしたら、ファイナルプレイスアンサーいきますか。でも、むーちゃん罰なんや。いや、だって、だって SR のカードそんな後からコロコロ変わったりするかなって思って私は。じゃあ、むーちゃんは、ちなこれもう変えないですか。変えないつもりで。おー。じゃあもう変えるしか勝ち目ないよ。そうだよ、だから。そうと思ったら。で、ここ今3人いるからさ、あの、確かに。絶対全部をバラすことができる。そう、全部。確かに。むーちゃんと違う選択肢するって言われたらさ、俺どっちにしても優勝はないもんね、もう。確かに。じゃあもう第3の、だから丸でもバスでもないみたいな答えが来ないと。おー、万が一引き分けになっちゃった場合、もうちょっと追加問題ございます。おー、なるほどなるほど。なので、ここはもう自分を信じて、自分の意見で、ぜひ戦っていただけたら思います。いや、オッケーです、俺は。逆にこれ、じゃあ、行きましょう。はい。ファイナルプレイスアンサーお願いします。せーの、はい、おバツバツバツ、お、俺一人勝ちあるやん、変われました。さあ、インペラーキリエの開発ネーム、開発時から変わっているのかどうか、正解は丸です。よっしゃー、丸で、まあ、もともと別の名前だったんですけれども、はい、まあ、変わりましたというとこなんですが、はい、その別の名前、あ、もう当てることができたら、え、なんと挽回挽回2ポイント、おかしいだろ、2ポイント、これ何だったんだよ、じゃこのチャンスはフェアリーさんだけですか、このチャンス、いや、みんなですか、皆さん、よいやー、不平等だ、ありがとうございま
ロードだ。今の点数はフィアリさん2点、はい、ブちゃん1点、はい、カズさん1点なんですが、この追加問題正解すればトップに躍り出るかもしれない。やった、逆転のチャンス。俺が当てればね、もう終わりだから。はい、ということでちょっとぜひ考えてみましょう、はい、でもちょっとヒントをお伝えすると、はい、エンペラー〇〇という名前で、あ、なるほど、まるまると言ったけど別に2文字ではないです。2文字かどうかは分かんないです。エンペラーなんとかっていうとこなんで、そのなんとかの部分だけ考えて書いていただければと思いますし、全くその今の情報から想像できないようなものではないと思います。意思疎通がしやすい名前が一番やりやすいということもあって、いきました。はいはい、むちゃ早かったですね。はい、結構早い。知ってる、知ってるわ。さあ、ということであと10秒でヒアリさん考えてください。どんなカードとして作ろうとしたかみたいなところとかですよね、うん、これか、もうこれしかないか。絶対合ってる気してきた、絶対合ってる気してきた、はい、これだわ。あ、すごい、みんな自信が。では書き終わったということで、はい、まずはむーちゃん、さくさん、はい、お二人の回答から見ていきましょう。レイさんさん、お願いします。せーの、はい、キリとキリオ。エンペラーキリトとエンペラーキリオです。なんかおもろい、兄弟みたいな、兄弟になっちゃったね。それぞれ、じゃあさくさんから。はい、やっぱキリコーンの対になるって言ったらもうキリオしかなくないっていう。はい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 。やけど、はい、ちょっとさすがに女の子じゃないかなみたいな、女性っぽい感じがいいかなっていうので変わったみたいな、はい、なるほど、はい、確かにあの赤サタナの順番でも、そうなんですよ、絶対にあのアイウェオのそのオが母音、はい、かなって思って、うん、はいはい、なるほど、素晴らしい、うん、素晴らしいって先間違えてるんだよな。いやいやいや、本当に合ってて素晴らしいなと思ってるところに時もあります。あ、分かりました。時もあります、時もあります。じゃあさん、キリト、はい、私も、はい、考え方は同じなんですけど、うん、カイトがあの頭を呼びまして、はいはいはい、トを持ってきたんですけど、はい、やっぱキリトやとちょっとやっぱ女性らしくないなってなって、そっからどうやって絵になったのかちょっと分かんないですけど、諸説あるけど、うん、一旦キリトやったかなみたいな、うん、なるほど、ところで。確かにすごい、かっこいい、しっかりと論理性を持って考えてくださってますが、ありそうだな。あ、でも一緒じゃないんや。じゃあついにフェアリーさんの回答を見せてください、はい、いや俺ちょっと見せる前に、はい、あの効果が似てるカードがデュエルマスターの紙にあるんですよ。はい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 、オールフォーワンっていうあのディーツフィールドがあるじゃないですか、はいはいはい、あの破壊して2コスト上げたの出すみたいな、あれってオールフォーワン、うん、ワンじゃないですか、ワンです。1だからあのエンペラー1絵です。1絵これ1絵ですね、はい、いや、絵はあったんじゃないかなと思う、はい、最初からあったんじゃないかな。そうで、ワンを、ワン絵は変だよ、うん、だからワンを1に変えて1絵なんじゃないかと、はいはい、一番女性らしい、なるほど、なるほど、女性だから、うん、はい、でもやっぱりまあ、キリコみたいな感じで、うんうんうん、じゃあ絵だけ残して切り絵でいいんじゃないかみたいな、後からキリ絵は何の絵が残って、いやいや、一絵のやっぱさ大事なさ魂が絵には詰まってるのよ。だから絵は残すの。なるほど、さすがにこれ違うでしょ。どっちがでしょ。いやいや、キリオも、キリオも違うよ。キリオでしょ。キリオもキリトも違うよ、多分。さあ、ということで皆さんの各々の回答出してくださいましたが、正解はあるのでしょうか。頼む。ではエンペラーキリエ初期の開発ネーム発表します。はい、正解はエンペラーカイトでした。そのままやない、そのままやない、そのままや、1よ。ブンちゃんめっちゃ惜しい、ブンちゃんめっちゃ、やっぱすごい、すごいわ、今日覚醒してる、やばい、考え方としてはまさにそうで、マジか。エンペラーキリコ の、まあ、あの相棒キャラとして、うん、カイトというデュエプレのオリジナルキャラいるんですけども、そのカイトの新たな相棒となるクリーチャーを作りたいなというところで、このキリコ系のクリーチャーだったんですけど、最初はもうエンペラーカイトという名前で開発中はしておりました。もうほぼ正解かもしれないぐらいのだったんですけども、残念ながら皆さん、外れということで、一応一映がさ、あの開発なんかで候補にあったかだけ教えてくんない？候補にあったかどうかで言うと、候補には
なかったということでございます。いや、ないでしょ、絶対。いやいやいや、そうっか。ということで、はい、本当に個人的にはみのちゃんにもポイントあげたいとこなんですけども、はい、やっぱちょっとシビアにクイズがあったっていうので、確かに今回の最終結果はサクさんが1点、はい、むーちゃんが1点、フェアリーさんが2点ということで、第1回デュエプレ開発秘話クイズ王はフェアリーさんになりました。うわー、嬉しいな、普通に一芸と共に掴んだ勝利だな。誰というわけで、はい、初めてそのデュエプレの開発秘話クイズをお届けしたんですけれども、はい、いかがでしたか。いや、めっちゃ面白いですね。ね、面白かったですね。より面白かったです。またお願いします。じゃあぜひぜひ。普段とは違うそのデュエプレならではのカードというものをたくさんご紹介したんですけども、うんうん、またあの他にもデュエプレいろんなオリジナルカードだったり、まあ、過去で活躍したカードいっぱい登場しておりますので、ぜひぜひあの遊んでみてください。はい、またあの開発秘話クイズ持っていきたいと思います。はい、ということで。あのまたデュエプレのこの開発秘話クイズだったり他の企画でもやってほしいなって思うようなことがあったらぜひぜひコメントお願いします。お願いします。ということでこの動画が面白いと思った方はチャンネル登録高評価よろしくお願いします。はい、そしてコミュニティ投稿にはアンケートなどもあるのでぜひチェックしてみてください。それでは今日の動画はここまで、また次回の動画でお会いしましょう。レッツ